森さんです。どうもどうも。いやー、わざわざ横浜から来ていただきまして。来ました、ね、毎年来たかったですよ。そうですか、うん、来ようと思ってね。なるほど。今年はいや、僕もね、東京でお会いしたことは何度かあったんですけどね、いやこうして北海道でまた再会できて非常に嬉しいですね。そうですね。まあ、ここに来たということは当然噂のあの車と一緒ということですね。頑張って持ってきました。そうですか。それじゃですね、ちょっと番組の冒頭ということで、まず森さんの方でですね、視聴者に向けてちょっと自己紹介をお願いしたいと思います。横浜から来ました、株式会社ケイシンの代表取締役の森直樹です。よろしくお願いします。毎年ね、来たいと思ったんで、今年は来れて光栄です。はい、よろしくお願いします。ね、森さん、ちなみにケイシンっていうのはどんなことをやってる会社なんですか？本業というか、倉庫内業務の企業業なんですけど、はい、その傍らですね、まあ、自分車好きなんで、はい、最近ちょっと1年ぐらいの中古車屋の方も、車屋さんも始めてしまった。車屋も始めまして、はい、カスタムはインシングファクトリーってとこにちょっとやってもらうんで、外注で投げるんです。なるほど、ね、基本は中古車屋ですね。ああ、そうなんですか。もしかしてこんなのばっかり売ってるわけじゃないですよね？そんなのはね、お客さんつかないですね。普通の車ばっかなんで。なるほど。中古車はぜひケイシン。いやでもね、なんかケイシンさんに来てこれがあるっていうだけでも、ね、お客さんにとっては楽しみですよね。見学に来るね、お客さんも多いんでね。はい。いや、それじゃあ早速ですね、ちょっとどこがどう変わったのっていうのを聞きたいんですけど、ベースを教えていただけますか？ベースハイエース。ハイエースですか？まあ、6人なんで、まあ、2台分ですよね。はい。ハイエース2台分。全然ですね、顔面その他ハイエースの面影がありません。屋根ぐらい。あ、分かった。プレスラインから上のあたり。なるほど。森さんですね、ここに何かこの切れ目があります。これ何ですか？これはね、動く。ちょっといいですか、動かしてみてもらって。上がってます。どうですかこれ。いえー、なんと、どこまで上がるんですかこれ。すごいですね。おじさん、このここまで高く上げるってこの理由は？はい、フェリーに乗るため。本当なんですけど、これは何をベースに作られてるんですか？これはベルファイアの断面と、はい、ボンドと、ここは全てベルファイアのものを流用してる。まずはベルファイア。これがベルファイアですか？この辺までベルファイア、ここまで。なるほど。いや、でもこれまた重そうですよ、すごい。ドアどんだけ厚いのって感じで。皆さん、こんだけですけどね、こんだけ。いや、すごいな。じゃあちなみにですね、まあ、バーニングといえば定番のサイド、当然これガールですか？ガール。ちょっとどんな風にやってるのか興味津々なんですが、うわー、なんかこれ一体化して全部開いてます。これまたここから仕掛けが、さらにさらに仕掛けが、なんかもうすごい話ですけどね。
の辺の演出もすごいですね。なんていうか、やっぱりバットモービルを、うん、あの意識して、はい、こういうあのパイプだとかね、うん、映画風にこれなんか中国からセクシーカスタムの、ね、人に取り寄せてもらって中国に行ってもらって、あ、仕入れてきた。あ、もうかなり明るいですよ、これね。またその数も半端ないですね、ついてる数が。両側で144。うわー、出た悠々子、これどんだけ奥にあるのって感じですね。ちなみにですよ、こんな感じですからね。わかります？俺の腕がここまで入っちゃう。これがもう本来の位置ですか？ここは本来の位置。これは本来の位置ね。これだけ出てますよって。ね、あー、いいえね。だって給油するのに、給油車を呼びますから。給油車を呼ぶ。呼んで入れる。ローリーが来る。そう。俺がスタンド行くんじゃなくて、ああ、給油車を呼ぶ。森さんがこれデザインする。そう、デザインする。スケッチブックにも書いて、はあ、であと紙粘土とか作って、うん、で職人さんに渡して、うん、こうしてくださいと。まあね、考える方がいいとしてもこれを受け負った職人さんかなり泣いてるでしょう。はい、またこの仰々しいリアーエンド、ね、すごいですね。もしかしてこれも秘密ありますか？フライ18クラウンのナンバーワン。ちなみにこのバンパーは？バンパー完全ワンオフですよ。これをなんかそこになんか怪しいラインが入ってる。これもやっぱ可動で上がるんで。これも上がるの？そう、北海道に来るために。そう、フェリーに乗るためには前と後ろを上げないとクリアできないと。ジュークのテーブルなんです。あ、ジュークの日産のこういうね。はい、あ、うまいこと形はめましたね。アイデアでしょ。これはうまい。一体何が始まるの、これ。あー、なんだよこれ。さっきから気になったあそこにある、よくなんかステージにありそうな照明は、あれは何ですか？舞台装置の照明なんです。当然車用じゃないわけですね。車じゃないです。車以外のとこからアイデアをもらう。なるほどね。これもかなり深いゴイルなんですけど、今何 J を履いてるんでしょう？ 12J の 12J ミッキーと海外。なるほど。タイヤは何個のやつこれ履いてるんですか？タイヤ1個295ぐらい。295の方がね。まあ、なんかですね、私ホイールから悲鳴が聞こえてきそうなんですね。ちょっとボディ重すぎねえかと思いますよね。ちなみにこのボディどれくらい重量あるんですか？これ4トン。4トン4トン。はい、まさにもうバットマンそのまんまって感じですね。ちなみにですね、これ、Google も補強されてるんですか？ Google もアンドロイドとか結構入ってますので、補強はしてますね。そうですね、その補強の成果が重量になって現れたと。はい、それがなんと4トンオーバー。これ、人乗れないじゃないですか。どういう仕様なんですかこれ。まさにオーディオだらけだけど、リスニングルームにしても椅子が欲しいって感じで、おまけになんでか一番後ろにはパチンコ玉があるという。見てください、ここもしっかりバットマンのマシンですよ。バットマンのマシン。いやー、わけわかんないっすねこれ。おですね、こんなでかくて店員2人ですか、もしかして。ありえねえ、こんな不経済な車世の中にないっすよ。まさに本当にバットマン尽くし。ね、森さん、はいはい、なんでバットマン好きなんですか？なんですかね、ヒーローですから。あー、なるほどね。森さんもやっぱりいつまでもヒーローを目指してると。いやー、夢のある大人ってかっこいいっすね。18インチがちゃ
なんと周りもしっかり、ライトアップされまして、ちなみにワット数はこれだけアンプがいっぱいついてるけど、トータル何ワット？トータル2,3,4,5,000ワット。5,000ワット。はっきり言って必要のない世界ですね。もうたまんないですわ。もう本当に森さんの車は何もかにもスケールが違う。